さあもうね、この極力の伝説のスーパーサイヤ人ブロリーが、まあ、超極限 Z 覚醒するということで、まあ、今回ね、もう期待値特大なキャラを想像して皆さんと雑談というか、なんかおしゃべりできたらいいかなっていう、まあ、自己満動画というか、まあ、私がただただ喋りたいなっていう動画でございますんで、まあ、ぜひラジオ感覚聞いていただき、そうだねって共感してくれる方、ぜひコメント欄にてコメントどしどし、記入していただけると幸いでございます。いつもありがとうございます。ソソボンバー徳島のバンブキンです。本日もドッカンバトルをやっていくんですけども、生配信でせえよって話でしょ。いやいやいや、ちゃうんですよ。なんか生配信疲れるんですよね。っていうかね、もうすぐで私5000人になるんですよ。チャンネル登録者様が。ありがとうございます。ね。あと十数名で5000人になるんですよ。で、5000人になったら僕ね、メンバーシップ始めようかなって思ってるんですよ。厚かましいでしょう。ごめんなさいね。厚かましくメンバーシップしようかなって。こんなおっさんのメンバーシップ何しようかなって、俺、日々溶接しながら考えております。ね、毎週、日曜日夕方晩飯メンバーシップ生配信するか、毎週日曜日夕方酒飲みながら、愚痴大会を開くか、この今2択決まっておりますんでね、ぜひチャンネル登録、おすすめながらぜひチャンネル登録していただけると幸いです。いきましょうかごめんね冒頭うん。で、今ね、超極限 Z 覚醒してる、キャラ 5体を、まあ、相当してるんだけど、まあ、ほとんどなんか補正ついてますよね。これ、龍拳が、そうね、補正なんかね、超極限 Z 覚醒って補正ついてるんですよね。これ、ゴテンクスね、二突でリンクマックスにしてるけど、あんま使ってないっつってね。で、なんでこういう動画を出してるねんっつって話なんですけども、まあまあ、ね、私がただただ喋りたい、っていう話も、まあ、しかり、っていうこともしかりね、世界同時キャンペーンから始められた方は、こんなフェスゲームおんねやっていう目線で、見ていただけると幸いやし、なんか、これも超極限期待なんやっていう目線で見てくれたらいいなと思って、そう、俺動画撮影を始めたんすよ。なんすかこれだってピックアップ来てないよね。龍拳極、来てんのかな、来てたらごめん。あ、なんか交換できるのかね。うん、いや、超極限できるから、この5体ね。で、この5体目がようや、26日ぐらいかな、25日かな、わかんないんだけど、26日ぐらいかな。うん、まあ超極限してやっと5体って、もう何属性おらんねんってなってくるじゃないですか。地属性おらんよね。いや、でもね、もうね、次お見せする5体がもう期待値特大やから、ほんまに。マジで楽しみすぎる。その5体。はい、こちら。もうこの5体の超極限 Z 覚醒が約束されるって、噛んでいくね。約束されておりますやん。ちょ、ごめん。レモンサワー4杯飲んでるんだけど。そうそうそう。なんだろうな。お酒飲んだらね、上機嫌でね、こう解説できるんですよね。新聞配達終わり、いつもなんかもう声も濁ってるわ、なんやらで。何喋ってやるな、こいつって思う時も多々ありますが。で、それでもね、もうちょっとで5000人になるんですよ。ありがとうございます。もうみんな大好きですわ、ほんまに。登録してくれてる方みんな好きですよ。うん。メンバーシップやるから。で、まず一つ目、これ、この5体全部フェスゲーですから、フェスゲー。だいぶ昔のフェスゲーですよ。フリーザフルパワー。フリーザフルパワー。ガジャ、ハイスジュ、これや。なあ。で、壁ジータ、もうこれ壁ジータ有名やね。ガジャ、ハイスジュ、これ。の。うん。覚えときながらね。で、スーパージャネンバね。ガジャ、ハイスジュは、これや。おう。わ、久しぶりやな、このスーパージャネンバね。で、アルティメットソングワン、アルティメットソングワンの、これもうフェスゲーや。これガシャハイスジュ、これ。ああ、よう覚えときな、あれ。で、この、パーフェクトセル。ねえ。これもう喉から手が出るほど欲しかって。ねえ、横でドッカンバトル、一時ドッカンバトルしとった先輩がボロボロ出しやがってからに、舐めやがって。これほんでさ、昔のさ、この、キャラってね、これ知ってた？
7000上がりなんや、潜在能力。これめなあ、今5000か、今5000止まりだったっけね。あ、これも7000上がりか。どれが5000だった、これも7000。昔って7000上がりやん。もともとの生活違い、低かったがゆえに運営さんがそうしたんかどうかは知りませんけど、昔は7000なんよ。珍しない？これ、ほら。昔のコスト42系45口径みたいな言うてるけど。45が、これは、鏡のように磨き上げたフィーリングランプ。知ってる人は知ってる。コスト42、コスト42系な。コスト42系も7000上がり。ねえ、これ懐かしいよな。うん。何年前に実装したかしら。俺の2周年終わって、なんかこのドッカンバトルをインストールしたんだけど。おうん。で、この5体、もうすべて、まあ、フェス限で、もうマジで期待値特大。ね。まあ、リンク上げてないよ。まあ、この度、世界同時キャンペーンでもう伝説スーパーサイジプロリーが、まあ、超極限します。で、超極限イコール、味方の補正もつきますってなったら、もう、これやばいよね。もう、何がやばいか2000言いましょうか。壁ジータとスーパージャネンバ。この2体、ほんまにやばいと思うんだ。超極限来たら。これスーパージャネンバ。極限 Z 覚醒後は、アタックディフェンス 70% で全ての攻撃をガードで、ガードが決まると一旦敵の攻撃を回避で、中確率だけどね。で、4ターンさらにアタック上、これの超極限が来るわけですよ。補正つく、ガードつく、回避する、無敵やん。なあ。クリスマスに左手にチキン持って右手にケーキ持つぐらいの無敵やん。で、壁シート。スリーベシート。もっといい例えないんかな、わしの。で、登場から10ターン内でこれ極限 Z 覚醒後ね。受けるダメージ 80% 減。もうこれ有名ですよね。で、攻撃する相手が気絶状態の場合にアタック伸びるって。なんでこういう極限パッシブにしたのかちょっと、未だちょっとよくわかんないんだけど。これから超極限することにより、登場から10ターンの間、そうだな、90軽減なるか、20ターンの間90軽減なるか、で、アタックとディフェンス、まあ、200% ベース、な、現環境のやつはパッシブで来るわけですから、もう期待値特大なよね。まあ、この2体と言わず、この5体。おい、フリーザフルパワー何だったっけね、これ。必殺技発動時アタック120の1番目に攻撃すると、気力プラス3、ディフェンス30。これ極限 Z 覚醒後ですよ。ディフェンス30上がったところで、今の高難易度でどこ連れていくんって。だから、これの超極限が来るわけですから、補正つく、アタックディフェンスベースつく、で、1番目に攻撃すると直い。もうなんか、もう期待だよね。アルティメットソングは何やったっけ？気力メーター7以上で気力プラス5、アタック80、ディフェンス40。もう今の通常お菓子さんより劣ってるでっつう話だね。うん。下克上みたいになってるから。うん。後から来る、もうなんかもう仕事の方やん。なんか後から来る若い子が優秀な場合、ない？ないんかな？なんかサラリーマンとかでありそうだよね。この職人業というのはめったにないっすよ。うん。なんか、その入ってきた、もう、ほんま、ピッチピチの18歳の子が入った途端に、なんか、レントゲン溶接とか、アルゴン溶接とか、できるかって言ったらできないですからね。レントゲン溶接は難しいぞ。ほんまに難しい。絶対一発で攻撃してくれないからね。レントゲンややらしいで。で、パーフェクトセル。これ何やったっけ？これもう、木玉取れば取るほどパーリーピーポーになりますからね。もうほんま、シャケナベイビーですよ。だから、こっから超級クリアしたらね、補正つく。で、アタックディフェンスのベースつく。で、木玉取れば取るほどパーリピーポになる。シゲナベイベー、ふーみたいな。もう内田祐也みたいな。内田祐也って、興味をこう知らんやん、ね。まあ、そんな感じで、もう、マジでこの5体、もう、この世界同時キャンペーンでブロリーが超極限 Z 覚醒することにより、もう期待大ですよね。うん、ほんまに期待大。で、この世界同時キャンペーンでさらにサプライズ来てほしいなって。超極限 Z 覚醒。何ですか？この3体。この3体の超極限も来てほしいわけ。
ね、スーパーサイエンジン孫悟天幼年期、この木の玉取得前にアタックで電子処方じゃ言えてるか。そう、大木玉、二次木玉、この木玉通りよくしてくれてアタック電子 70% で暴走無効、これの長曲が来たらね、木玉リーダーにもなるし、でパッシもさらに強くなって、現環境に、持っていけるようになるかと思いますし、俺これ悟空どんなんだったっけね、30以上で気力プラスアタックデース 80% の暴走無効、30以上30以下になったらもうゼロですからねどないせいっつーの話ですけども、でスーパーサイヤ人総合反省年期ね、インスタント発動時アタック 90% ディフェンス上、これあの全部極限性と覚醒5ですからね、ここから超極限しますからね、このためのね2024やっぱブロリーがテーマですから、やっぱ親子三大カメハメハのキャラは外せないということで、この3体のさ超極限性と覚醒、なんか昔さこの3体のさキャンペーン期間中みたいななかった、うわこれ子さんの方覚えてるかな、なんか課金するとこの3体のうちどれか1体もらえるっていうキャンペーンあって、昔ドッカンバトル懐かしいな、そんなもうでドライするなっていうところは若干ありましたけども、そうこやっぱこの3体のサプライズの曲演待ってますよ、お松と月日な、月日聞いてるか、お松と月日マジで聞いてくれ、俺の話聞けってなあ、ほんまに。でもうラスト爆弾、爆弾投げるわ、ラスト爆弾、10周年の超極限 Z 覚醒するキャラ、俺もう分かってしまった、もうこっから爆弾投下、もうお前のリークは聞きたくないって、もうここでもう皆さんブラザーバックして、俺もうマジで分かってしまった、この徳島の名探偵コナンが、徳島の名探偵コナンが俺もう10周年で超極限来る、もうキャラもう分かってしまった、何ですか、はいこちら1周年ゴジータと 1.5 周年ベジット、これ来るでしょ、1周年スーパーゴジータで 1.5 周年、1周年の世界同時キャンペーンで実装されましたスーパーベジット、コスト48K、そう48K 48か、カチューシャー、 AKB ってまだあんの、これスーパーゴジータね、そうこれが自身のアタックで、ね、77% の取得、二次期弾1個ずつアタックならば、こっからもう超極限期弾ね、もうアタックでそうだな、277の取得二次ギナマ1個ずつアタックディエンス 70% アップのやってないか、さすがに、いやでもね、なきにしてもあらずですよ、現環境に合わせたパッシブ性能できますからね、でこれもうこの2体はねマジで10周年でさ超極限来てほしいですね、このスーパーベジット覚えてるかい、この速度スーパーベジット、超絶特大ダメージで一旦仲間の補正もついてると。で、攻撃受けると、その単純自身のアタックで電数 40%。なんで 40% やねんって。なんでた!HB40% 以下で、ね、敵の必殺を見極める。通常攻撃は 80% 軽減で超絶な威力難撃。おい、今日の解説、マジで。男は辛いよ。風天の虎さんみたいになってない。私、生まれも育ちも、葛飾区柴又で。もう疲れた。ちょ、マジでこれ10周年でさ、10周年マジで合体戦士系の、キャンペーン来ると思うから、もう、で、その10周年で超極限 Z 覚醒、このスーパーゴジータ、1周年ゴジータと 1.5 周年ベジット、もう超極限、もう待ったなしと私は思っております。で、この動画ね、マジでね、明日撮ろうと思ったよ。明日撮ろうと思ったけど、ほんま今日マジでなんか今すぐ喋りたかった。ほんまに。徳島県でドッカンバトルしてる人、なんかコメントちょうだい。もうなんか、寂しいんやけど。俺もオフ会したいんやけど。徳島ね。まあ、そんな感じでね。そう。今日は超極限 Z 覚醒に関する、なんか雑談動画みたいなのを、ちょっと皆さんにお届けしたんですけども、どうすか皆さん。もう夢広がる超極限 Z 覚醒って。ほんまに。うん。だから、ドッカンバトル60周年くらいになったら、そうですね。超ウルトラミラクルスーパー、超、まあ、そんな感じです。なあ、好きでした。いやー、よう喋った今日な。
今日もよう喋った。もうこの後レモンサワーあといっぱい飲んで寝ようか思うわ。もう高評価、ちょマジでみんな高評価押してな、ほんまに高評価押してください。うん、最後までご視聴ありがとうございました。また明日は明日ね、なんかまた動画出るかと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。